はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あるですね、ブロガリの報告ですね。よろしくお願いします。前回の、お金稼ぎパート、まあ、お金稼ぎというかテスト試験パートの動画はまだ公開せずにやってます。よろしくお願いします。で、コメントありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。申し訳ないんだけどね。対立してばっかりで、本当に申し訳ないんですけどね。なんだっけ、なんかね、すごいいいロケットがあるらしいんだよ。何でもかんでも使えるロケットっていうのがあるらしいんだけど、どういうことかな。また名前がないんだよね。これじゃないや。どの敵にも使えるスーパーロケットがあるらしいんですけど、名前はないんだよね。まあ、この新型対戦、ね、俺が作った新型対戦ロケットも当たればさ、船にも当たるんだけど、これじゃないんだよね。どれのことだ？ちょっと名前を見るか。あ、多目的ミサイル。ってことはなんだ？特殊兵器か。あ、これバールカンだな。ラテンガツで。これ機銃でしょ？多目的ミサイル。これは広角砲。ターンも、これさ、あとね、俺自分で言ってて、確か14、ここまでが自動だって言ったんだけど、なんか気づいたらね、15.2 もね、自動になってて、あれ ?15.5 も自動になってる。これもしかして開発進めていくと、どんどん増えるんですか？自動にできる、武器っていうのが。もし増えていくんだったら、今後まあ、でかいの、やっても、ね、いい。そんなことよりも多目的ミサイルだよ。多目的ミサイル。ねえ、プロの方なんで、プロというか、ね、ガチでやり込んでるような方なんで、情報に間違いはないんだろうけど、俺はそこまでのね、導き方が、わからないんだよね。出てないからさ。ロケット、ミサイル、どっかにさ、ミサイルってあったよね。なかったっけ？どこだ？作りたいものがね、出てこないんだよね。灰色にもさ、表示されないじゃん。例えば、ここにあったとしても、ここに、まあ出るのかどうかっていうのも知らないしね。まあ俺はただ見てないだけかもしれないけど。しょうがない。ちょっと見つからないものはしょうがない。いずれ、あ、これさ、自分で作んないといけないのかな。作りたいと言いつつもね、攻略を見るつもりはさらさらないんでね、なんとも言えないんですけど。お金は？とりあえず船体をね、どんどんでかくしようぜってことで。それはね、あるも、一つ、まあ、賛同するという、ね、失礼な言い方かもしれないけど、まあ、それはね、どんどんあれもやっていこうと思うんで、お金ね、貯まったはずなんで、そっか。もう作れるようになったんだ。作れるようになったから、期間が終わったんだった。そしたら、船はもう作れるから、コピット？これはね、飛行機だからな、もうこんなお金のない状態で、無理な話なんだけどさ、何でもいろいろ作るのも。これさ、橋はいいのかな？一切誰も何にも言わないんだけど。それこそお金がかかるから、こんなものは後でもいいのかな。識力、索敵、索敵、煙突能力もあるんだ。煙突か、肺炎能力。でもゼロって書いてあるから、あんまり関係ないのかな。軽い方がいいよね。少しでも。あ、10分。石があるねか。ね、下手にさ、レベルを上げても、重くなる。まあ、性能は上がるんだけど、その分ね、重くなって、仕方がないんだよね。となると、今回は、あれか。また船体を作るか。でかい、でかくなっちゃったんで。どうしようかな。そうすると、まあ、試作型は、畳むかもしれない。まずちゃんと作れるかだよね。自動設計。例えばさ、自動、やめよう。戦艦。あれ？あ、これ潜水艦じゃん。あ、戦艦2が作れますね。どれくらい違うんだろう。まあ、いっか。よし、じゃあ、行くよ。ロケット。こういう時にさ、ミサイルとかね、出るとさ、すぐわかるんだけどね。あれ？あ、バルカンどっかから拾ったのか。多目的ミサイルっていうのはないんだよね。どこなのかな？もうすでにね、これをやってみたかったんですよ。自動になるから 15.5 センチ。あー、ちょっと待って。4連も開発したいし、ボイラーも作りたいんだよ。強いの。ちょっと待ってね。はい、さっきね、15.5 もね、自動だって言ったんだけど、開発しちゃったんだけど、よく見たらね、4連装は自動じゃないんですね。ということで、15.2 も自動なんだけど、この辺まで来ると連装じゃなく、自動じゃなくなるんで、結局使えるのは 14.0 の4連かな ?45 口径。60口径ともできるのかな？書いてあるけど。あ、それともこれ65口径だと4連装できないのかな？ミサイル。結局ミサイルはよく分かんなかったんだけど。で、
モイヤーだっけ作りたいって言ったんだけど、お金が足りなくて、ちょっとできなさそうだったんで、あの、タービン。まあ、どちらが何かっていうのよく分かってないんだけど、どうしようかな。出荷一括。で、これか。ボイラー、どうしようかな。とりあえず14個ぐらい置こうか。よく分かんないから。タービンはちょっと作りました。こちらは安かったんでね。安上がりだったんで。4つ。通常配置と一括配置はよく分からんけど、フィリア。置く場所が、ああ、ほぼ。あ、前にも置けるんだ。あ、後ろには置けるけど、前には置けないんだ。あ、そうっすか。そうっすか。で、57.3 ノット。まあ、これだと、どんどんね、物を置くんで足りなくなるんだよね。あ、煙突作ってあげましたね。煙突、あ、でも無限に作れるからいいか。あ、でも、でかいの。で、あれ俺はでかいの作っ、あ、ちょっと試しに作ってみただけだっけな。いいか。で、とりあえず、ちょっと置いちゃって。置いちゃって。結構使うの。あ、3つでいいのか。あ、これじゃあ、多分スピード上がらねえな。思ったこと。よし、とりあえず置いとこうか。これさってきて。で、どういう風に置くのが一番、あの、効率的なんだろうな。これ多分4連にすると、自動車なくなるでしょ？俺は今、まあ、未だに諦めてないけど。ちょっと待ってね。あれ ?4 連になってる。あ、じゃあ、これで、やっぱ自動って書いてあれば4連でいいんだ。説明文が読めない。アホだな。アホの巣だな。さすがに。よし、じゃあ、どれこれどんどん置いておくよ。強くなったから。強くなったから意味はよくわかんないけど。広げてね。で、あの、他のコメントもね、ありがとうございます。なんだっけ。やっぱこの武器の置く場所によって、ステータスが変わる。まあ、特にこのスピード、速度は変わるらしいですね。まあ、それだけは大事なことだと思うので、はい。なるべくね、その中央に武器は置いた方がいい。置きたければってか。ね、置いた方がいいらしいですね。難しい。本当に難しいね、このゲームは。パズル要素満載でね。で、とりあえず置こう。置ける分だけ置いちゃおう。こうか。で、やって、コピーして、置けるかな？置けないか。ここが、あ、まっすぐ置ける場所があるね。ここかな？よし、ここと。ここら辺だな。4個上げちゃえば、あ、上げてもダメか。よし、このままいいか。で、さらに、あ、ちょっと待てよ。これじゃ足りないんだよね。これさ、タービンもさ、なんか、昔もっと前に、前の戦艦はもっと前に置けた気がするんだけど、ボイヤーも置けないの？あ、はい、ありなんだ。懐かしいな。じゃあ基本的には、ボイラーっていうのは、ボイラーとかこういうタービンっていうのは、後ろに置いてあげた方がいいんですかね。あ、違うな。まあ、前か後ろ。セオリー的には。ね、順々に武器を、ね、中央に置くんだったらその方がいいんですかね。で、どうしようかな。適当に置いてって、これ橋がないから、これ変更したら消えちゃうかな。もし消えちゃったら困るな。でも橋作ってないとな。俺部品がまだ足りないからな。ちょっと部品全部作ってくるか。あ、大丈夫、記憶できる？あ、ダメか。あ、じゃあ、一旦消さないとな。よし、じゃあ改めてやっていこうか。この辺からかな。よし。でさ、俺ボイラーなんだけど、ボイラーの他にもね、ガスタービンっていうのがあって、この標準タービンとは違って、まあ、薄さがね、このタービンと同じで、ボイラーの役割を果たしているような機械があるんだけど、ガスタービンの方がいいのかな？ボイラーより。標準タービンとはちょっと違うみたいなんだけど、で、煙突をね、ちょっと作ってきました。煙突、いくつもね、4と 5？ 一応4と5を作ったんだけど、どうか足りるかな。でかいんだよね、煙突。でかくすると、あ、まあ、当たり前だけど。2か。これもね、あの、バランスのいい煙突にしないと、ただ数が、ね、多くなるだけ。あ、いくつも置けるんだっけ、これ。あ、煙突って、大なり小なり置けるんだっけ。忘れてたよ。同じやつしか置けないかと思ったよ。じゃあ、煙突最後。なんだ？じゃあ、排気は？排気はいくつ？ 16だったら、14と2とか、14と、そんなないな。16だから、あ、ちょうどなんかないんだな。6と10。これだ。あ、じゃあ3？ これでいいかな。こっちに置いておいて。でね、あの、橋も作ってきたんで、どうか適当に置いときましょうね。
あ、ダサい。あー、ダサいな、とてもいいな。だから見栄え重視でね、どうしても。で、橋2を作りました。結構高いんで、あれ何あれダッセ。あ、でも、向きは変えられないんだ。なんかあんまかっこよくないな。これでね、索敵能力上がるのかどうか、わからないですけど。まあいいや、作っちゃってもしょうがない。これしか、作ってもないから。で、じゃ先の方をくっつけていこうか。うん、まず前はこんなもんか。うん、無秩序だな。まあ、無秩序でもいいんだけどね。規則性はそんなに求めてないんで。よいしょ。この辺をちょっと高くしとくか。ここ少し落として。もう一個。このままでいいか。で、一応後ろがでかい。あれね、コメントでいただいたのはでかい方もね、後ろに向けとけと言ってるんだけど、まあ、でかい方はね、ちょっと しばらく俺が泣きを見る、俺が泣きを見るまでは、こうも一緒に泣いてもらおうと思うので。あ、ここに使えるね。あ、上げ結構使えるんじゃない？ここと。なるべくね、スピードがあるんで追い抜いちゃうんだよね。敵もさ。だから、まあ、抜く前に、ちょっと前やった配置の方がうまくいくかな。これちょっと抜いて、そうだな。こっちにボイラーを一個置いてあげれば、ここに、あ、ここ置けるんじゃないか？まずここに置けるか。あ、ここには、あ、置けるね。まずここ置けるじゃん。一番高くしてさ。これも、この子も、もっと、あ、これ一番大きいのか。で、ここのやつをコピーして、ここ真ん中に。真ん中に。なんで真ん中だけなんだ？理由があるのか。部品がぶつかってんのかなんか。ここにね、放っておいて。これでいいでしょ。まあ、煙突に思いっきりぶつけてるけど、まあ、そこはね、目をつむろう。で、ボイラーの位置と違うと。で、どうしようかな。ここ部品がまたなんか邪魔してんだよね。なるべく前に、スピードが落ちるって言ってないで、なるべく前にと言い出したからな。やはりそういうのを補うためには、どんどん部品くっつけていくしかないんだろうな、俺の場合。これがでかいんじゃない？これ前に出せないか？あ、出せんじゃん。これ前に出してさ。これ前に出すのは難しいか？難しいとか部品の状態的にあんまよろしくないか。もう一個上げて。あ、もっと上げる？よし。で、そうするとこれはぶつかっちゃうのか。ぶつかっちゃうんだったらまあ、一番近くに。で、さらに低くして。よし。で、もう一段。まあ、これでいいかな。少しこの辺、散らしてあげるか。バランス見て。あ、まあ、それでもボイラー詰め込めるスペースができる。こっちは詰め込んであげて、どっちだ？なるべくね、この後ろにも武器を、もっけとあげたいんだよね。個人としてね。そしたら、私これでさ、これが、あ、置けるじゃん。で、砲ばっかりになるとまずいので、いずれその、どれの、ね、なんか多目的ミサイルっていうのが、ね、どこに付けられるんだか、あ、違う、作れるんだか、なるべくね、早い段階で、つけたいんだけどね。場所がね、わからないもんで。で、この辺にポンポンポンと落ちちゃうさ。なるべくこういうの上げられるからね、これの方が。よし。で、機銃ですね。7、あ、じゃあ20ミリ連装の機銃を、もう至るところに置いてあげると。ね、高くして。で、どこに置けるかな。置けるところには全部置いてあげましょう。で、前の方にも置かないと、万が一ね、戦えないんで、除去してくれないんで、ね、やっぱ置けば置くだけね、ミサイルとか、破壊してくれたんで、この辺にちょっとポンと置こうか。で、これを、ちょっと低くしておくか。こっち低く、前には低く。あ、ここって何も置けないのかな。ただの置かさりの、押したのかな、本格的に。ここね、一つずつ、置けんだ、かわいく。よく置けない？一番低くして。ここも置けるじゃん。この辺は？この置けないか。この辺も置けない。じゃ、ちょっとこれをずらして、これをこっちにして、これをさらにこうして、よし。他に置けるのは、まず置けるじゃん。で、適当に置いちゃったけど、実際またね、防御をね、上げないといけないので、ここと。で、防御だ。これ、補助とかもさ、置かれるのかな、これ。スナイトビジョン。モッドは下がってない。スナイトビジョン、自動迎撃。あ、重量ってあるじゃん。そっか。
あ、じゃあレベル、まああまり意味ないけどね、レベル2だけやっとくか。レベル1よりはいいでしょ。で、八方遅延。ああ、これはちょっと自分でやっとくか。無限に開発できるやつ以外は。あれ？急速前進。あ、レベルなんか上げたんかな、俺。よし、じゃあ防御先に上げちゃおう。お、まだいける。すごいすごいすごい。すごいよ。あ、ごめん。あ、これはいっちゃったね。ほら、見て43まで行って、さらにまだ物をつけられるよ。まあ、まだつけられるよっつうな。あ、ここからまたちょっと武器。あ、じゃあ待って待って、47のとなってんだ、おっす。これじゃダメだよ。これは、良くないよね。どうしよう。47ノットはダメだ。とりあえず55ノットっていうね、特に根拠のない目標があるから。そっか、積載量っていうのかな。積載量だったら車になっちゃうか。あ、困ったな。おお、速さのこと何も考えなかった。常にね、ダッシュが使えれば、そんな悩みはいらないんだわ。ここに、あ、OK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 。こうして、上にも、ん？コピーして使いにしてんの？ 49 ノートでしょ？もうちょっと詰めるか。どっか詰めそうな場所、ないかな。あ、もうダメか。隙間がないか。隙間妖怪とかに頼ったら、どうにかしてくるのかな。しょうがない。ボールを外すか。少し。これ大して変わらないじゃないか。55ノット。これでようやく55ノットでしょ？ちょっと部品を付け替えるよ。あの補助部品を。補助部品なんだけど、あのコメントいただいてて、おい、ある、修理するって言ってるけど、いつまであっても死ねえじゃないか、死ねたいのっていう、ちゃんと HP 見てんのって言うんだけど、ちゃんと見てるんですよ。まあ、応急抽出とかも火災も勝手に消化してくれるから、まあ、ほったらかしにしてたんだけど、そういう溺れがね、生まれてしまうので、消化装置と排水はね、やめようと思います。その代わりに、まあ、よくわかんない部品を。敵レーダーの索敵能力。これがミサイルを打ち消すものになってくれるのかな。たまにね、ぐるぐるぐるって回って落ちていく時があるんだけど、撃ち落とさないでね、撃ち落とすことも、ね、もちろんしてくれるんだけど。で、あと発砲遅延か。あー、54.9 ノットになっちゃった。やっぱり減るんだな。あ、しまった、急速前進どうする。ナイトビジョンはどうしても必要だからしょうがないとして、まあ、移動迎撃システムレベル2を外すか。外しても可能か。まあ、外しても変わらないんだったらつけとくか。しょうがねえな。本格的にあれだな。ボイラーを。詰めていくしかないな。高いんですよ、ボイラーが。すっごく高くて。いつまで経っても開発がね、間に合わないんだよね。あ、といっても単性だから、ちょっと、なんだろう。手だけつけてきゃいいのか。汚い言葉で、つばだけつけてくわ。時間で勝手に開発してくれるから。一応もう、手だけつけとこうか。あれ、こういうツリーとかをね、時間とか単性とかのあんまり得意じゃないからさ。これはお金が足りないでしょ？だからボイラー7を作りますってだけやっといて、あとほったらかしに、まあお金、それでもお金使うんだけどね。これでほったらかしにすればいいんだ。よし、そしたら、階段、閲覧。性能表示、まあどうせ。おお、防御が60、あれ 67% で低くね？うん。ナイトビジョン、迎撃システム。おお、あ、でも体育がすごいな、上がってる。基準のせいか。防御、対応力、指揮力は、後ろのね、でかい、人が乗るところの前と後ろ、後ろを外すと著しく落ちるらしいんで、まあ仕方がない。で、攻撃も多分魚雷とか、ね、線、なんだ、チート級の攻撃力がないとダメなんでしょう。防御、あ、でも B か。B ならいいじゃん。どうですか、これ。防御力は非常に低いです。そうっすか。操縦自体が難しい。そしたら最後に、研究開発で申し訳ないんだけど、部品、設備。部品じゃないですね。補助兵装。これ以上まだ何回のこと。これですね、急速加速、急速前進とかあるんですけど、この急速旋回っていうのをちょっと作ります。あ、どうしようかな。急速旋回、作ろう。いいや。あ、出た。そうか、この点線、切り取り線は新しくなるんだ。となると、作れそうなのは、ここだな。多分、もともとは、魚雷
魚雷系の武器、魚雷系、嫌いか、嫌い系の武器だと思うから、多目的ミサイルっていうのが、官能嫌いをちょっと作ってみて、あ、いける？あ、いざ、あ、ちょっと待って待って待って、で、出てこないんだけど、うっそ。お話進めないとダメなのかな。それとも、これを待ってれば勝手に次が生まれるかな。あ、最悪なんだけど。資金が自由って。仕方ないな。まあ、作っちゃってもうしよう。あ、いや、中止。待って。いいや。この日は別に作ることに越したことはないし、部品を作ることによって、何か、前向きな、まあ、トロフィーとか、勲章が多分もらえると思うんでね、プレイ時間とか電源入れて何時間でも勲章が出るんで、まあ、いろんな必要あるでしょ。よし、じゃあ次回はこれで攻め込みましょうかね。